決勝戦での遠藤航ヒートマップがヤバすぎる。遠藤死ぬってよ、ヒートマップ中盤ほとんど黄色以上やん。相手のペナ内以外はうっすら入ってるけど、真ん中より相手コートが赤いから前でプレイして前でボール奪えてたんやな。リバプールのアンカーって前に出て行って奪いに行くからアンカーの中でも大変よね。一番赤くなってる真ん中の左側のところがカイセドに怪我させられたところか。遠藤のスタッツえぐいな。日本人の活躍ほど嬉しいものはない。プレミアでカラバオ決勝でリバプールでデュエル王は凄すぎ。昔からデュエル王とたびたび言われてきてて、当時は弱小クラブだからデュエルする回数が多いのが理由、なんてコメントも見たことあった。でもリバプールでこれなら文句ないわな。遠藤航はマジで替えが利かないよ。永井がいないから代表で最も過労させられがち。気が早いけど来季 CL でも楽しみだな。